今日はこちらに来ております、はい、コッペ田島さんです。あ、すごい、本当すごいコッペ似合うよね。お米の時はお米が似合うコッペ似合います。似合うけど、なんかコッペを持ってる手がもうコッペみたい。コッペじゃねえよ。あんま大きい声出させないでくれる。どこまでがコッペなのかわからなくさせるくらいコッペが合うよね。でもまあこの手は言われますね、うん、クリームパン、クリームパンと言われます、うん、あの赤ちゃんの時から手変わってないのよね、うん、赤ちゃんの時からこのサイズで、ね、ここがさ、へこみっぱなしなのよ。あ、赤ちゃん出るところ、そう、本来その大人になってってごつくなってったら、うん、赤ちゃんってへこんでんの？赤ちゃんへこんでるよ。へ、そのお肉がね、うん、ぽよぽよしてるから、うんうん、そうなんだ。私はずっと子供の時からぽよぽよしてるんで、うん、ここが出たことがなかったで、変わらない。出ましたね。出たね。揚げパン、うん、出ましたね。え、普通のコッペも出なかった？コッペも出たっけ。うん、だからよくさ、みんなさ、うん、まあ私40歳、うん、給食でなんかソフト麺出たみたいな、うん、あーみたいな、うち出なかったのよ。私も記憶がない。もうちゃんとなんかスパゲッティだった、うん、何が一番好きだったの？私なんかたまに出るヨーグルトアイスがめっちゃ好きだった。給食の人作ってないよね。確かに。それ以外はあんま覚えてない。えと、なんて言うんだろう、これ食べられないなみたいなのは覚えてるけど。ああ、なんかそういうの多そうだもんね。うん、何が苦手だったの？給食で出てた揚げパンも、うん、実はあんまり好きじゃなくて。え、なんかそれが好きだからここに求めてるわけじゃないんだ。じゃないの。当時はパンを揚げて砂糖でまぶしてるのが、うん、なんかやりすぎと思ってたの。子供向けにやりすぎって思って。ああ、子供が好きな方向に持ってきすぎみたいな、うん、そう、普通の食パンとか普通のパンが美味しいのに、うん、揚げちゃうんだみたいな、揚げないでって思ってた。それを今大人になって求めてるってこと？だから大人になって、うん、コッペ田島の揚げパン食べて、うんうんうん、あ、こんな美味しかったんだと思って、うん、それから食べるようになったね。揚げパンなんて給食大人気メニューでさ、そうそうそう、みんな好きだったよね。もうじゃんけんで取り合いみたいな感じだったよ、うん、そう、冷ややかな目で見てたってこと？そう、本当なんかすごいマイノリティなんだなって思ってた自分。へえ、みんな好きだからさ、うん、そういうことで、うん、マイノリティを知ってったって感じ、うん、そう、なんか寂しい気持ちになってた。でもその当時から牛乳は好きだったわけじゃん。うん、牛乳じゃんけんとか参加した？牛乳、そうだね、牛乳をもらってたかもしれない。へえ、そういうのは積極的にいけんだね。うん、まあ小学生ぐらいだったらね。あ、そうか、うん、小学生の時は一番はるかは、うん、うん、ま、積極的だもんね、うん、思春期からだもんね。そうだね、うん。え、はるなの好きな給食メニューか。ミートソーススパゲッティ。ね、うん。あんな大量に煮込んだミートソースなんて、うん、大好きよ。ね、あと、もちろんカレーもでしょ。カレーか、あったね。うん、あったねぐらいの記憶。うん、あとなんか、あんかけ焼きそば的な。へ、ものとか、
でクリスマス時期になると、うん、なんかクリスマスメニューみたいな、あったっけ、うん、チキンとか、チキン、なんか私給食係、給食委員みたいのやって、うんうん、でなんかその12月、まあ、ほぼ最後の給食じゃない、うん、で校長がサンタになって、うん、で給食委員がまあなんかちょっとトナカイ役じゃないけど、そういうのになってなんかケーキとか配ってた気がする。春の中じゃトナカイになって、そう給食委員がこう配ってた記憶がある。そうなんだ、うん、学校によっていろいろありそうだね。ありそう、うん、で給食の見本みたいの置いてる時なかった？今日これですみたいな見本置いてあるガラスケースみたいなのがあって、もうその頃からやっぱそういうの見るの好きだったね。ああって見てたんだ、今日これだって。それは本物サンプル？本物、本物か、うん、町の中華屋さんとかにある感じ、もう一個だけこう今日のっていう、うん、給食ね、ね、京都なんですけど、うんうん、揚げパンなかったんですよ。そう、だから揚げパンって全く馴染みなくて、どういう味なのか全く想像つかない。あ、え、今までも食べたことないってことですか？カレーパンって揚げパン、あ、うん、いや、またちょっと違うよね、うん、カレーパンは周りに結構パン粉っていうか、なんかカリカリっとしたやつ、それじゃないもんね。そうだね、もうちょっと油が軽い感じ、素揚げみたいな感じだもんね、うん、あ、そうなんだ説明してよ、なんだろう。でもだから揚げることによってこう、うん、中がふわっとするのかな。助けてじゃないのよ自分が今食べてんだからさ、で好きで来てるわけでしょ、うん、魅力を伝えてよ、うん、なんだ。でもお砂糖がまぶしてあって、うん、でこうなんか甘いパン、不安がってんじゃないよさっきまで急にやっぱりなんか責任を負うとね、そうね、うんうん、一回食べてみてほしいなえ、京都の給食ってなんか、これ知ってます？三色ゼリー。うわ、え、ひな祭りの時に出るんですか？ひな祭りの時に出るし、うん、あ、ゼリーなんだ。これめっちゃ好きだった、知らない。今調べたら京都だけ。こういうお餅はありますよね。あ、そうなんですか。ひな祭りの時ね。ひな祭りの時に。ゼリーなんだ。ソフト麺もなかったですね。ああ、やっぱそう、京都は。あ、京都はないってことなんだ。徳島はあるんです。徳島は全然ありました。そのソフト麺も変わった麺。徳島はあの、すだちとか。すだちはよくありましたね。すだちうどんとか、なんかそういうの出ないですか？あ、そういうのは出ないですけど、すだち関係はなんかいっぱいあったような気がします。すだち関係なんだよ、すだち関係すだちの何が出たんですか？まあ、徳島の人は何にでもすだちかけるんで、もすだちかけますし、味噌汁に、もちろん刺身とか、レモンの代わりにすだち、唐揚げとかも、あ、そうそうそう、お店がそれで出す。じゃあすだちとかかぼすとかの区別はつきます？出されて、どっちでしょうって、うん、全然わかんないわかんないんか、ちっちゃい方がすだちかなっていう。あ、そうか、すだちってちっちゃいこれぐらいのやつですか？かぼすも、うん、すだちよりでかい？そうです、一回りでかいんですよ。あ、そうなんだ。すだちね、徳島ね。同じ種類なんですか、すだちとかぼす？いや、どうなんですか？いや、こっちに売られても責任持ってます。すだちの話を
すだちの全国シェア 90% ぐらいが徳島です。おー、桑原調べ、桑原調べ、信用ならないし、どこで調べて、ちゃんとしたデータ絶対あります。え、まとのちゃんはどこでしたっけ？埼玉？あ、葛飾か。あ、じゃああんま変わんないか。あ、あ、見本？あ、あるよね。あ、なんか昭和なんですかね。よく聞きますね。ね、みんななんかその給食の話題になるとソフト麺って。懐かしいみたいな、なんか袋こうやってね切ってみたいな言うじゃん、うん、全然なかったわ、うん、え、でも20代前半で何が好きだった？メニュー変わってんのかな。いや絶対変わってるよ。わかめご飯好き。ああ変わんないわ。あったあったな。ご飯と牛乳がね嫌だっていう。うん、なんかその家だったら考えられないんだけど、うん、私はね、うん、もう給食の牛乳ってなんか別物っていう感じっていうか、なんか麦茶感覚な感じはしたかも、うん、なんかね、瓶で飲む感じのね。あ、瓶、あ、瓶じゃないですか。カップでした。パック、いやめっちゃあの蓋でね、めんこみたいな、そう、だから詰め切りすぎるとこれが剥がせなくて早く飲みたいのにみたいな。誰かに頼まないか。なんか牛乳の蓋取るなんかこういうのあったのね。使ってたの？使ってないけどあったと思う、なんかそういうの。うわ、もうそうか、なんか薄紫のビニール、ああ上にね、そうそう、え、薄紫だっけ？薄紫のビニールじゃん。じゃ あのちゃんと給食に、うん、あのナプキン持っていくタイプだった。え、ナプキン、給食のこうちっちゃい巾着に、うん、このここに自分のとこに敷くナプキンと、あのこのお口を拭くタオルを入れて毎日そのランドセルの横にさ、カッてかけるとかあるじゃん、あそこにこうかけて、で自分が食べるときここ引いて置いて、タオルもでいただきますってやってたら、目の前の男子が私のそこに牛乳バンってこぼして、めっちゃ臭ってなったけど、うん、もうそれがあったからもう聞いて、それも6年間。へー、そのセットがもう棚に、うちの電話機の下の棚に、うん、場所別にいいよ。ハンカチとか入れる棚あんのよ、うちに、うん、あ、そう、もう出かけにすぐこう取れる場所に、そのセット、巾着とちっちゃいタオルとナプキン、のセット持ったって言われる、うん、でここにぶら下げてさ、うん、ここにぶら下げてるから友達にカッて攻撃する、パンって攻撃する。私ランドセルとかマジで6年間、うん、てか私の買ってもらったランドセルがすっごい強かったと思うけど、うん、6年間潰れずに、うん、ずっと小一みたいな膨らみのランドセルだったよ。綺麗に使ってたもん。みんなさ、なんか潰したがるじゃん。そうそうだね。潰してるのが大人みたいなさ。うん、もう潰そうとも潰そうとも反発するランドセルだったからね。反発する革だ。うん。いいの買ってもらったんだと思うけど。